こんにちは、レタドールマイピーです。今日はですね、3ヶ月でチームの守備力を上げる内野手の守備力を、上げる、方法と、見る目線ということで、今日の内容は、ショート、セカンドがですね、キャッチャーから、ピッチャーへ返球した時に、カバーをに入っているかどうかですね、ここについて、お話をしていきたいと、思います。まずですね、皆さんがもしピッチャーだとしたら、キャッチャーからの返球をですね、確実に絶対ですね、取るよっていうことがですね、まず言えるかどうかですね。ほとんどの確率でまず9割9分取り損なうっていうことは ほぼないと思うんですけど、やっぱりですね、こう少年野球っていうその子供っていうところで、やはり何が起こるか分かりません。で、特にですね、僕ら大人でも日頃からそのやる習慣とかそういう慣れとかそういう部分がなければ、その時だけ、何か大切な時だけ、重要な時だけ動くっていうことは、やっぱり僕らでも難しい部分だと思うんですよね。で、そういったところを子供になってくると、やはりますます難しさっていうレベルは上がってくるのかなと思いますので、やはりその日頃からその習慣化をしていく、その行動ですね、そういう積み重ねがあって、無意識のうちにそのエラーが起ころうがなかろうが、そういうふうにピッチャーの後ろにこういうふうに、高校野球なんかでも見かけると思うんですけど、ピッチャーが返球を、キャッチャーからの返球をもらうときに、ピッチャーの後ろにこういうふうにですね、カバーリングに行くっていう動作がですね、身についてくるもんなんだと、考えています。で、特にですね、ただカバーに行くだけではなくてですね、やはりその例えばピッチャーがここに、この位置にいたとしてですね、ちょうど真後ろぐらいにですね、カバーに行ったよっていう状態があったとしても、それはカバーには多分ならないはずなんですよね。もうお分かりだと思うんですけど、やっぱりそのカバーですね、エラーする可能性の人がいて、で、その後ろで自分がカバーをするわけなんで、どの位置に自分が立っていれば、どうしたらその位置でうまくキャッチャーからピッチャーがエラーをした時に、送球をエラーした時でも自分がカバーとしてそのボールを補給できるかどうか、その位置ですね、離れ具合とかそういったところもですね、細かく伝えてあげる必要がやはりあると、思っています。なので、そういった部分で、カバーをやっていくっていうところが、すごい重要になってきますし、もしその今のであればピッチャーの立場で考えてるんですけど、今度はそのキャッチャーの立場ですね、やっぱりそのチームによってはしっかりと、ピッチャーの球を補給して、それから立ってからピッチャーに送球するのもあれば、そのまんま座った状態で取ってからそのまんまスローイングしたりすることもですね、やっぱりあると思うんですよね。だから、そのキャッチャーがいいボールを放る放らない、そういった安定不安定というところもあると思いますので、まずそのやっぱり今度はキャッチャーの立場になると、キャッチャーとしてピッチャーに確実にですね、いつも取りやすいボールを投げることができるのかって考えた時に、やはりこれも子供だったり少年野球っていう部分ではですね、ちゃんと投げれない確率も存在するっていうことで、やはりカバーリングっていうところがですね、必ず必要になってくるっていうところを大事になってきますし、やっぱりそういったですね、積み重ねがですね、ピッチャーにとっても、もしエラーした時にですね、カバーにいてくれてバッとキャッチをして、でまたポッとボールを返す、何気ないこういう仕草なんですけど、やっぱりそこでその同じチーム内のですね、そのチーム力、チームワークですね、ピッチャーからすれば取ってくれてありがとう、サンキューみたいな声かけをですね、お互いがそういうちゃんと支えてるよって、ちゃんと支えられてるよっていうことをですね、
感じたり感じ合いながらですね、やっていくっていうこともやっぱりいいチーム作りにはですね欠かせない、仕草だと、思いますので、そういう積み重ねをですね、まあ、日頃からしっかりやっていくっていうことが大事になってきますので、まあやはりなぜやるのか、どういう時のためにやるのかっていうことをですね、しっかり、行った上で、教え伝えていただければなと思います。で、今日もう一点ですね、そのカバーに回ったかっていうところと、あともう一つ自分が見ているところが、一番最初ですね、この守備力アップのコツの一番最初の時にですね、守備位置まで全力で行ったかどうかっていうところを、お伝えしてると思うんですけど、まあ、今回は逆ですね、守備位置からベンチまでその戻って、来方ですね、戻ってくる時の、まあ、気持ちだったりとか、まあ、そういうその走り方だったりとか一生懸命さっていうそこら辺がですねやっぱり見えてくると思いますので、守備から3アウト取ってベンチまで戻ってくる時ですね、まあ、野球部なんで監督の周りに集まって、エンジン、組んだりとか集まったりすると思うんですけど、まあ、そこまでですねその全力で、走ってきたかどうか、そういったところもですね僕は大事な部分として、見ています。でこれどういうことかっていうとですね、まあ、これはあくまでも僕の考えなんですけど、やはり打線は水物です。前の試合でどれだけホームランを何十本、打ってもですね、やっぱり次の日も、打てるのかっていうとやっぱりそうじゃないわけなんですね。やはりそういったところでいい時があれば悪い時があるし、一試合一本もヒットが出なかった、そういった時も、必ず、出てきます。ただ守備においては、そういう確率がですね、こういうふうに波打たないように、この波が少しでもこういうふうに小さなですね、一直線をなるべく一直線に近いような状態で安定的なことをやっていくっていうことがですね、今回お伝えしている守備力アップのコツっていうところにも、なってきますので、まあそういった部分でですね、さっきからその打線は水物っていうふうに、言ってるんですけど、要するにいくらその打線で盛り上がっても次また盛り上がるかどうかっていうと、守備力がこうガタッと落ちてしまうと、またそこでずるずる点が取られてしまって、せっかく点を取ったっていうところもやっぱり価値が薄れてくるし、そこでまたリズムを崩してから逆転されたりっていう可能性もありますので、逆に守りのリズムから攻撃につなげていくっていう部分でですね、しっかりと3アウト取って、で自分たちがダラ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 ベンチに戻ってくるチームと、ダッシュで一生懸命ニコニコしながらこう走ってきながら仲間とこうハイタッチしたりグラブタッチをしたりですね、笑顔で戻ってきたりで元気よく戻ってくるチームと、まあ、どちらがですね打線、次の自分たちの攻撃に対していい形で入っていけるのかなっていうところをやはり考えると、やはりそういったところでは全力っていう風な見方の方がですねやっぱり多いと思うんですよね。こういうのって科学的根拠とかそういったところってあんまりどうなのかなっていうところもあるんですけど、でも実際ですね、人間やっぱり気持ちがですねあってからの行動だと思いますので、そういう前向きさ、明るい前向きな気持ちがですね、次何かですねいい形にもたらしてくれる確率があるっていうことはですね、間違いなく言えることじゃないのかなと思うんですよ。やっぱり暗いチームより明るいチームですよね。元気がないチームよりも元気があるチームだと思いますので、そういった部分でですね、守備アウトを取って守備位置からベンチに戻ってくるときは、自分たちの攻撃のリズムにつなげていくために全力でしっかりとベンチまで帰ってきて、でそこからまた雰囲気を作って攻撃につなげていくというところでがですね、やはりその先頭バッターが打席に入る気持ち、よしここでヒットが出た、じゃあ次また1点取っていこうぜっていうですね、そういうその自分たちのいいリズムにつながってくると思うし、そういう積み重ねがですね、相手ベンチとか相手のチームの選手たちにまあ恐怖心という言い方がふさわしいかどうか分かんないんですけど、とにかくプレッシャーだったりとか、そういうですね、
自分たちここで点取られるかもしれないなっていうところをですね、やっぱりあの僕が相手チームの監督であればですね、そういうあのチームの雰囲気とかですね、野球以外でですね、どれだけ自分たちが目配り気配りでいい状態を作ろうとしているのか、保とうとしているのかっていうところをですね、よく僕はあのベンチからあの観察してますので、逆にやっぱり僕はそういうふうに見てるっていうことは、やっぱあのそういうふうに強くしたいとか上手くなりたいとかそう思ってるチームであればあるほど、やはりのそういうふうなところに目を向けてる可能性は高いって、言えますので、まあ、そういったところでもですね、あの隙を見せたりとか相手がつけ込んで、くるようなですね、隙が、できてしまう可能性も野球の場合ありますので、やっぱりですね、そういったところが9人ばかりではなくて、やはりそのベンチであの守備から戻ってくる選手たちをですね、ただエンジンを組んでこういう風に立って待っているのかですね、それともライン際まで迎えに行って自分たちが手を挙げてハイタッチをしながらお尻を叩いたりしながら一緒になってこういう風にエンジンに戻っていくとか、そういう風なあのやっぱりあの行動とかあの仕草っていうのがですね、やっぱりそのみんなでその野球を盛り上げていくっていう風になっていくし、その自分たちがよしこの回点を取っていくぞ、この回逆転するぞ、追加点取るぞっていうところにですね、やっぱつながってくると、思いますので、ぜひですね、そういう明るく前向きな野球をですね、しっかりと少年野球のうちからあの身につけてもらってですね、ぜひいい選手ですね、いい仲間、そういった部分にね、恵まれるんじゃなくて自分たちがそういうふうな環境に作り変えていくっていう動きがですね、大事じゃないのかなと思いますので、決して他人任せにすることなく自分がそういうふうに、やっていくんだという気持ちをまず持ってですね、積極的に取り組んでもらえたらなと、思います。それでは、今日はあのピッチャーにですね、キャッチャーからの返球があった時のショートセカンドの、まあ、カバーリングについてですね、あとはベンチ、守備が3アウト終わってベンチに戻る時のまあ、行動だったり仕草ですね、そういったところが、また守備力アップとか、またその打線の方にもつながってきたりとか、まあ、そういうふうにですね、気持ちよく受け入れて、でまた気持ちよく送り出してあげると、そういったところもですね、守備につく時の気持ち、戻ってくる時の気持ち、やはり大事だと思いますので、そういったところですね、しっかり技術力だけではなくて、しっかりと心の野球もですね、学んでもらえればなと思います。それでは、また次回、熱くお伝えしていきたいなと思います。ありがとうございました。